農科大学行動帝国大学農科大学とは、東京帝国大学の前進校である帝国大学に設置された農学の文化大学。農科大学前進は、1886年に設立された農商務省東京農林学校であったが、1890年、閣議に農商務大臣、文部大臣連盟で農科大学設置の正義文が出される。農商務省にとっては、 財政の面で高等教育機関を移管すべき時期になりつつあったほか、農林学校側にとっても帝国大学への移管は特に依存はなかった。一方、帝国大学側自体は一時この合併に猛反発し、帝国大学評議会の評議官が全員の辞表を提出するという事態になった。大学評議会への指紋がなかったことや、東京農林学校の学科水準が 帝国大学の文化大学の程度にないという判断がなされ、さらに農林学校予科が高等中学校の家庭より劣っていたため本科生の能力が文化大学生より低水準で、欧米先進国の大学でも農学の学科はという理由などもろもろの判断があった。結局大臣が収集に乗り出して、1890年に農林学校は文部省へ移管されて、 帝国大学農科大学となる。農科大学設置が、帝国大学の評議会での決定は遅れ、帝国大学令改正、農科大学設置の直令交付後となった。事態は、大臣が収集し落ち着くが、農林学校、農商務省、文部省の三者にとっては互いに望むところとなっていて、この以下の案は閣議を無事通過して、農科大学設置の直令が交付される運びとなる。 帝国大学農科大学発足当時の学科は、東京農林学校のそれをそのまま引き継ぐ形で、農学、林学、獣医学の3学科が置かれ、また、実務者育成を目的として設置していた、お塚を帝国大学医官の際に、帝国大学実家として存続させた。さらに付属の農業教員養成所、さらに付属の中学校を設置した。 その後帝国大学実家は、農科大学の東京帝国大学農学部への改祖、および本郷への移転に伴い、東京高等農林学校という高等農林学校に、さらに農業教員養成所は、東京農業教育専門学校という単独の農学系教員養成の専門学校としてそれぞれ独立していく。ありがとうございます。